はい、それではですね、令和元年度の後期の方の2級土木の学科の回答をこれから始めることにいたします。ではですね、土木一般から始めましょうかね。でも土木一般のまず2番の問題ですね。ここではですね、敷き慣らしとね、それから整地、まあこれは普通はモーターグレーダーというユニコで、使います。でロードローラーっていうのはこれはね、締め固め用に使われるわけですね。ですから締め固め、それから整地あるいは敷き慣らしと、ね、機械は違うので整理をしておくことにいたしましょう。それから次に7番ですね。7番のところを見ていきますと、例えばコンクリートを打つときに外気温が25度を超える、要するに初中コンクリートですね、非常に暑い時のコンクリート、この時はですね、これは練馬でから打ち終わるまでには 1.5 時間以内に打ってくださいよと、ね、そうでない時は2時間でいいんですけども、初中コンクリートの場合は 1.5 時間以内に練り始めてから打ち終わるまでしてください。それではコンクリートは劣化しちゃうからね、ということになります。では続きましてですね、今度は専門土木というところに入りましょう。例えば14番ですね、コンクリートの塩害。コンクリートの塩害は何かというと、コンクリートは塩分を受けて鉄筋に入ってて鉄筋が錆びちゃう、これが塩害ということですね。でそういう時にはどうしたらいいかというと、普通はな、普通ポルトランドセメントって使うんですけども、こういう時は塩害のある時は高炉セメント B 種、こういうふうな塩分に強いコンクリートセメントを使うことが有効ですよと、まあ、こういった種類を理解しておくということになります。それから20番のところを見ていきますと、例えば舗装します、道路舗装します、アスファルトをします。そうした時に工事終わったらいつ開放したらいいのと、こういう問題になってくるわけね。そうすると交通の、要するに開放する時は温度は、アスファルトの表面の温度が50度以下、温度計で測って50度以下になったら一般の交通に使っていいですよ、この関係だな。アスファルト舗装の場合は表面温度は50度になったら一般の交通に開放した方がいいですよ、まあ、こういうことが重要なポイントということになります。では続いてですね、今度は専門土木のですね、この30番ね、30番のところを見ていきますと、これはこちらね、30番ですね。こちらがですね、上水道の異形管、形がこうエルボーの曲がったの直角に曲がったとか、いろんな角度のものですね、まあ、そういったような角度のついたような管を切断しちゃいけませんよと、つなぐときにね。だから必ずこれは直管、こういったときは直管だけ、直線の管だけは切断してもいいけども、こういったような異形管、曲がってる管なんかを切断して使っちゃいけませんよということになりますね。それから後期の方に入って37番ですね。例えば河川が流れてると、でその上空に高圧線を通したり、地下に地下鉄を通したり、下水管を通したりすると、まあ、そういった時であっても河川の法律によりますと、これはですね、こう上空とか地下における、まあ、こういった資材を置く場を作る、こういう時でも河川管理者の許可を受けてから工事してくださいよと、ね、ということで、河川の下を通ってるから関係ないんじゃないかと、上空通ってるから関係ない、そうではないんですね。ですから必ずこういったところ、河川を横切る時は必ず河川管理者の許可を受けてください、こういうことになりますね。では続きましてですね、今度は施工管理の方へちょっと行きましょうかね。そしたら今度は49番ね、建設機械の走行性ということ、これトラフィカビリティというね、走行性、それは何で測るのというと、これはね、コーン貫入試験という試験があって、人力でギュッと押し込んで、そしてその抵抗を調べる、それをコーン指数で表せるね。でこのコーン指数で、コーン指数いくらだったらブルドーザーにしようとかね、コーン指数がいくらだったら何にしようとか、そういう走行する機械を選定することができる、これはそのトラフィカビリティといって、ね、その試験をするのを何で測るかというと、コーン指数で測る、ね、コーン貫入試験はコーン指数で測る、非常に重要な試験ということになります。それからあとですね、58番ね、58番のところで、土をこう盛り土すると、そういう時があるんですけども、盛り土が最もよく締まる含水比、これはね、最適含水比というね、そしてその時に土の密度が最大になって一番よく締め固まるわけね、まあ、そういうのを最適含水比というような試験、それから露出のですね、これは試験によって
密度試験によってこういう試験を求めることができると、こういうことになります。まあ、以上で、土木の説明を終わることにいたしましょう。